俺全身脱毛症なんだけど話を聞いてくれ。 お前森本ひちょりのツイッターに言えそれ。俺じゃ無理だわ。お前あだ名今日からハゲな。今日待って、お前今日からあだ名ハゲな。俺のコミュニティではよろしく。お前今日から今日このコミュニティ内ではお前のことハゲと呼ぶ。小手半つけろハゲっつって、色つけろお前が。車椅子の子供が薬のせいかハゲて、それを押してるお父さんもハゲてた。うん。闇が深そうだね。お父さん的には複雑だろうな。おそらく抗がん剤の影響で頭がハゲてるんだろうけど。抗がん剤の影響で。小児がんは笑えねえからな。あれかわいそうだよな。男は変わらんが、女の対応はクソ変わった。何それが。お前ハゲ違う、誰だお前、誰だよお前。あ、あれか、その、ハゲか。お前も、あ、全身脱毛症のやつがもう一人いたわ。やっぱ女ってダメなのかな。別に見た目とかどうでもいいけどね。男の見た目って本当にどうでもよくねえか。大人になったら結局財力とかになっちゃうじゃん。なんか、坊主にしちゃえばいいじゃんね。坊主にしちゃえばよくない？頭ハゲたら。坊主に。なんでハゲって坊主にしないんだろうね。ブルース・ウィリスとかすげえ清潔感あるじゃん。は、あの、坊主ってさ、慣れるじゃん。慣れちゃうな。スキンヘッドでいいじゃんね。で、頭ハゲてるからスキンヘッドしてるんですよ、つって。理解してくれるでしょ。外人は顔の作りが違うから、まあまあ、そういう、でも、ハゲ散らかしてるよりさ、てっぺんだけハゲてるよりさ、お笑い芸人とかだったらいいけど、俺だ絶対坊主にするけどな。俺もそう思ったけど、ハゲてくると違う。あ、そうなの。実際自分がハゲてくると諦めがつかないもんなんだ。へぇー、そういうもんなんだな。意外と社会人でスキンヘッド許されないだろ。でもそんなハゲてるんですっつったら、まあ、許してあげてほしいな。そこは許してあげてほしいな。かわいそう。親父はハゲだけど髪伸ばし始めたら、そういうもんなんだ。いや、カツラなんてかぶっちゃダメだよ、絶対。カツラなんか絶対かぶっちゃダメだわ。俺、角生えてるからハゲになりたくない。お前、ゴーキみたいな。いるよな、ボコってなってるやつ。あれ何なんだろう。俺28でハゲだけど無職だから外出ないし気にならないぞ。ね、そういう人たちってどうやって暮らしてんの？これ、煽りじゃなくて。どうやって暮らしてんの？収入源は？節約してんの？生ポってこと？どうやって暮らしてんの？最近の無職事情教えてよ。あ、実家か。親死んだらどうすんの？遺産が入るの？でもよく親が金くれんな。親から金もらったら生活保護もらったかくね？俺14からニートしてるけど今ピザ食べてるよ。お前の鈍感力は後世に残した方がいいから、手記、さっきの飛距離と同じタイトルで手記出してくれ。お前の手記を見たい。その余裕、心の余裕みたいなタイトルで。親はこんな風に育ってしまったっていう負い目があるんだぞ。な、親のせいじゃねえだろ、全部自分のせい。親がいたら生活保護もらえない。へぇー、そうなんだ。あ、まあ、そっか。世帯収入から出すんだっけ。病気でももらえねえんだよな、あれ。就業能力が、ねえ、生活保護ってどうやってもらうの？意味がわかんなくない？その判断基準がわかんないわ。ミラのコメ読んだけど、今忘れてたわ。完全に、もう、消え失せていた。あ、住所不定が、で行けるんだ。な、家から出ればいいな、じゃあな。役所に申請しに行って、公務員が判断してくれる。働けないって言い張ればもらえる。
いやでも辛いぜ、ずっとずっとさ、ただほんとただ植物と一緒になっちゃうじゃん。いっぱい働いてよ、金いっぺい稼いでよ、なんか女抱いたりさ、旅行行ったりさしてた方が面白くねえか。それよりも経済活動が苦しい的なねことなんだろうな。ちなみにそういうやつがお前の掲示板にいるんだぞ、いいじゃん。俺が集めてんだよ、そういうやつら集めてんだ、いっぱい。ロンブアツシが生活保護を受給しないホームレスにインタビューしてる動画面白かったよ、見たい。普通に働くより生ポンの方が得だぞ、普通のやつはな。大してもらえねえだろ、10、まあでもさ、フリーターとかに比べたら高いのか、月12万ぐらいもらえるんだっけ、生保って。で、医療費ただでしょ、で住宅お金かかんないんだっけ。で、生保患者の医療費って年間1兆円だからね。年間1兆円だよ、国が負担してんだぞ、我らが税金で払ってんだぞ、年間1兆円だぞ、年間1兆だぞ、1兆やばくねえか。老人の次に多いの40代だわ、絶対。本当に多かった、40代ので、みんな全員ほぼ8割に言えることは、本当に太ってた、みんな。で、大抵死ぬ、それさ、入院してきた40代の生保で入院してきたやつは大抵死ぬ、本当に本当にすぐ死ぬわ。なんでだろう、やっぱ頑張らないんだよね、リハビリとかも。頑張らなかったわ、すぐ死んでた。必死こいて18万か生ポで14万か、どっちがいいか。でまだもっと上から、上を目指せるじゃん、普通に働いてたら。上を目指せるな、上を目指せるわけじゃん。援助してくれる親族がいない、資産なし、病気、怪我と。あ、3番ってなんかあれなんだ、俺なんか認識が甘かった。病気、怪我等で働けないは生保の基準じゃないんですね。障害者年金の方に回されるのかと思った。これら全てを満たしている月収が最低生活費を下回るともらえる。俺ね、ギャンブルしないんだけど、なんか海外旅行行った時とかはカジノ行ったりするわ。まあ、あと付き合いで、パチンコはしない、パチンコスロットは一切しないな。もう音がダメなんだよ、俺騒音恐怖症だからさ。バイクのブーンって音もダメだし、あのパチンコの音ダメなんだよね。海外行ったらカジノ行ったりするけど、あんまギャンブルしないな。パチやってなんであんなうるさいんだ。あれもっとさ、イヤホンにすればよくない？ねえ、イヤホンシーンとしてる中、ね、あれイヤホンにしない？なあ、イヤホンいいよね、すげえ静かじゃんね、絶対いいと思うわ、イヤホン。なあ、掃除機の音とかも俺好きじゃない。音が頭を麻痺させてる。へえ、そういう企業戦略があるんだ。それじゃ楽しくねえんだよ。へえ、なんで？なんで？正常な判断をできなくさせるため？はえ、音が出てるから客が来るんだ。ねえ、今パチンコとかスロットの会社って儲かってんの？儲かってんの？お、玉も鉄じゃなくてスポンジの玉にしよう。スポンジの玉、集音性がいいやつ。ドライヤーも好きじゃない。よー、ゴロリと喧嘩してた。おめえドライヤーするんだったら上でしろよっつって。
ほんと好きじゃない。俺だからさ、風呂上がりドライヤーかけねえんだよ。あの音好きじゃないわ。あれ、だいぶ縮小してんの。あ、ね、カジノ来たらさ、カジノ誘致されたらどうなんの？パチンコスロット。でもあれか。その辺の判券を、サミーやら、マルハンやらが、セガのパチヤ、セガはパチヤのサミーと合併した。へぇー、やるんだろうな。なくなんねえよ。低所得者がカジノ行けるわけねえしね。なんでそんな、別に金なんか持ってなくてもカジノなんかいくらでも遊べんだろう。もっとくだらない話を、今できるだけくだらない話をしてたんだけど。今来たけど、このタイトルの意味って何？月？俺たちは、自分で光り輝くことはできない。太陽という存在があって、ようやく輝くことはできない。人っていうのは、一人じゃ何もできない。そういう意味だな。月。みんなに感謝。そう、日陰者って意味。かつて、名将野村克也言いました。大貞治と長嶋茂雄は太陽だ。俺は月見草だな。何が月見草だ。月でいいだろ。あいつらはね、太陽なんですよ。って言ってたわ。野村克也が。